郷の浦中継局は、長崎県壱岐市に置かれている、テレビ放送と FM ラジオ放送の中継局である。竹野辻山頂にある郷の浦中継局、ABCD 開局済み一覧矢印の左側は、変更前のチャンネル地デジ中継局の、チャンネル変更について平成24年1月に、チャンネル変更予定の中継局、郷の浦デジタル中継局の概要 AB 鏡の、 裏デジタル中継局の概要、AB5 の裏デジタル中継局のリモコン番号、チャンネル、放送区域 AB 長崎県津島地区、き地区及び、外目地区の地上デジタルテレビジョン放送局に、予備免許伊豆原、号の裏及び外目デジタル中継局。本年4月1日開局予定、AB5 の裏デジタル中継局のリモコン番号、チャンネル、 放送区域長崎県津島地区及び、池地区で、NHK 地上デジタルテレビジョン放送局に、予備免許伊豆原及び豪ノ浦デジタル中継局、本年12月1日開局予定長崎県、津島地区、池地区及び、外目地区の地上デジタルテレビジョン放送局に、予備免許伊豆原、豪ノ浦及び外目デジタル中継局本年4月1日、開局予定 ABC。 民間放送30年史ハット ABCNHK 年間75開局当初の名称は、壱岐中継局であった。長崎放送編、編長崎放送編年史25年長崎放送1977年36ページ。ABC マラジオ、壱公式ブログ、括弧内は実用化試験局としての運用開始日コミュニティ放送局に、 予備免許遺棄市において、長崎県内7曲目の開局予定放送局の概要。ありがとうございます。